ニュージー大好きポッドキャスト、テリー野沢の独り言、エピソード47。先週は一回お休みをさせていただきました。ここでどれくらい宣伝をしてきたかわからないんですが、例のジャパフェス in クライストチャーチ2023が3月19日に開催されて、その翌日の配信はちょっとお休みということにさせていただきました。まあ、ぶっちゃけて言うと、本当はあれもやろう、これもやろうと思ってきたイベントだったんですが、時間とともに、あれは間に合わないとか、これも間に合わないっていう感じになってきていて、開催1ヶ月前はかなり追い詰められてました。精神的に。で、ポッドキャストも、当日の声をいっぱい拾って、つなぎ合わせて、20日の月曜日に配信しようと企んでいたんですけれども、イベント当日は本当にトイレも行けないくらいの本当に大変な日だったので、ちょっとそれもできなくて、やむを得ず一回お休みということにさせてもらいました。そのイベントなんですが、イベント当日は午前6時ぐらいに会場入りして、6時半にはトラフィックコントロールをお願いしている人と会って、ぶっつけ本番さながらの打ち合わせをしました。この人も、やっぱりその日本のお祭りなので日本の企業にこだわってオークランドからセコムニュージーランドの社長さんに来てもらって対応してもらいました。もちろんクライストチャーチの警備会社やクライストチャーチのトラフィックコントロール会社にお願いはしてあるんですが、それを取りまとめる人っていうのがやっぱり必要なのかなと思いまして、長年オークランドでジャパンデーを一緒にやってきたその彼にお願いして来てもらいました。まあ、彼もその仕事として受けるわけにはいかないと。クライストチャーチに乗り込んでって、そういうことできないということだったので、まあ、会社としてということではなくて、個人でボランティアで飛行機代も全部自分で持っていくということで、本当にありがたいことで手伝ってもらいました。まあ、今回のイベントはこうやって日本のお祭りだから日本企業をメインに考えていろいろお願いはしているんですけれども、まあ、日本人が日本人だけでやっていてもあまり意味がないと思っていて、やっぱりイベントを開催する地場にいる人たちにも仕事をお願いして一緒にこのイベントを作りましょうというスタンスでやりました。なのでボランティアスタッフも地元の高校生や社会人、人種は関係なく広く募集して大勢の方に手伝ってもらいました。まあ大勢といっても30人ぐらいなんですけれども、コミュニケーションは英語になってしまうっていうところが僕にとってはきついところでしたが、まあおかげさまで1日かなり英語を頑張りました。で、まあ6時半からトラフィックコントロールの打ち合わせをして、7時ぐらいからそのボランティアの学生さんたちも集まり出して、屋台の設置作業などを開始して、9時過ぎ頃からクライストチャーチの市長さんとか日本人補習校の校長先生、地元の図書館の職員や救急隊員などの VIP として招待している人たちが続々と会場入りして、僕はその対応に追われてました。 VIP さんには日本のことをアピールする大チャンスなので、とにかく会場内を案内して、最後にはお茶のブースにご案内して実際にお茶を立ててもらって体験してもらいました。僕は本当はそこまでやったらあとは会場を楽しもうと企んでたんですけれども、まあ思った通りというか毎回まあ分かっていることなんですけれども、とにかくいろんなことが起きて、例えば風が強くて看板が倒れそうだとか、受付の5ドルが足りなくなってきてるとか、野外ブースの一部ではもう全部売り切れたので帰りたいとか言ってる人がいるとか、もう本当にいろんなことを全部受け止めなければならない、そういうポジションだったのでてんてこまいでした。まあてんてこまいっていうのが本当この表現が一番しっくりする状態でした。落とし物があればスタッフ間の連絡で共有したり、駐車場がもういっぱいだと聞けば新しい駐車場に誘導をお願いしたり、
ボランティアが立ちっぱなしでかわいそうだと思えば、お肉とか餃子とか買ってきてあげて休憩してもらったりと、もう本当いろんなことがありますよね。これもう分かっていることだったんですが、まあしょうがないです。でも高校生大学生を中心としたボランティアは本当に頑張ってくれていて、最後の片付けも夜遅くまで頑張ってくれる人もいて、それがまた日本人じゃないんですよね。ニュージーランド人で、ゲストのサインをもらって嬉しそうにしている、まあ、若者だったんですけれども、そういう人たちに支えられたイベントでした。先ほども言いましたが、日本の企業に声をかけて助けてもらえるところには助けてもらいつつも、地元クライストチャーチの企業や公共事業の方々、そして一般の方々にただただ来場するということではなくて、参加できるところは参加してもらえるっていうイベントを作りたかったので、これはもう本当に大成功と言ってもいいと思ってます。まあ、自画自賛で恐縮ですけども、まあ胸を張って言ってます。残念だったのは、先ほども言いましたが、僕が想像以上に持ち場から離れることができなくて、展示内容とかをほとんど見ることができなかったところです。もちろん準備段階では全部を仕切って見てたので、分かっているんですけれども、当日どんな感じになっていたのかっていうのを見ることができなくて、本当にそれだけが残念でした。今どんなものがあったのかっていうのを、ここでざっとフライヤーを見ながら皆さんに紹介します。場所はリカトンパークイベントセンターといって、これはあのリカトンパークの競馬場なんですね。競馬場でファンクションセンターがあるっていうところ、まあ、そこをお借りしまして、日本で言うと中学校とか高校とかの校舎をイメージしてもらえれば分かりやすいんですけれども、まあ、ビルがあって、真ん中に出入り口があります。で、右半分左半分っていうふうに分かれているんですけれども、3階建ての建物です。まあ、真ん中から入って最初のフロア、グランドフロアですね、そこの右側には大きなステージを設置して、そこで三味線とかチェロとか太鼓とかを演奏してもらったり、あとはゲストさんのインタビュー、そして J-POP のダンスとかコスプレショーとか、そういった様々なものをやっていました。そしてそのすぐ横にはクライストチャーチの領事館からお借りしました日本のひな祭りの人形をひな壇で飾ってありました。まあ、このひな壇の設置もものすごく時間かかって、1時間ぐらいかかったのかな。一個ずつ人形を取り出して、配置もすごくもちろん決まっているので、それを、まあ、皆さんわからないですから、英語の方もそうですし、なのでどうしてこういうふうな配置になっているのかっていうのを、そうですね、ボランティアの5、6人でわーわーギャーギャーやりながら、少しは楽しめたんじゃないかなと思ってます。そして会場入り口入って、今度は左側ですね。左側はアートセクションというふうになっていて、エヴァンゲリオンの絵が飾られていたり、エヴァンゲリオンで出てくるキャラクターのパネルをいっぱい作って、そこで写真を撮れるようにしてありました。あとはいろんな企業のブースが並んでいて、例えば HIS さんとか ANZ さんとか、オークランドで拠点を構えているグラフィックノベルカフェさん、こちらはこの社長さんがこのアートセクションをいろいろ仕切ってくれて本当に助かりました。またいろんなスポンサーも見つけてくれたりしてくれていて、本当にこの方には感謝です。日本人じゃないんです。韓国人なんですけれども、日本のこういった漫画を好きで毎年やっていて、まあ、オーバーロードありますね。ニュージー大好きもスポンサーになってるんですけれども、このオーバーロードを主催している方です。まあ、そういったブースが並んでいたり、あとは日本の風呂敷なんかを紹介するところがあったりと、いろんなブースがありました。で、2階に上がっていくと、ファーストフロアですね。イギリス系のフロアの数え方は、日本の1階がグランドフロア、日本の2階がファーストフロア
っていう感じになってますので、まあ、2階に上がっていくとファーストフロアです。そこの右側、こちらには漫画を実際に描きましょうということで、塗り絵のコーナーですかね。塗り絵のコーナーとか、あとは折り紙体験コーナーって言って、折り紙をいっぱい用意してましたので、そこで折り紙を作ってもらったり、まあ、いろんな折り紙があるみたいで、折っていくとトトロになったりとか、そんな感じで楽しめたと思います。そしてこちらも領事館からお借りした浮世絵を展示してます。この浮世絵は東海道53次の浮世絵になっていて、55枚あったのかな？始発と終着でそれを合わせると55枚。この浮世絵が展示されてました。あとはその横にですね、フードサンプルって言って、なんて言うんだろう。日本食屋さんとかで行くと、よく寿司の模型みたいな、ちっちゃな模型とか、天丼の模型とかありますよね。ああいった模型があったので、それを展示していました。建物の左側、同じくファーストフロアの左側ですが、そこには、先ほどちょっと紹介したティーセレモニーのコーナーです。お茶ですね。実際にお茶を立てていただいて、そして実際に自分でお茶も立てることができて、お茶の飲み方の作法の方法とか教えてくれます。有料ですけど、和菓子もついてきて、お得な感じのコーナーです。その先には、ローカルアーティストマーケットっていうのが用意されていて、個人で漫画を描いたり、漫画っていうのかな？そのアニメの絵を描いて、その場で販売したりしていました。そしてすぐその奥にはですね、今ニュージーランドでお住まいになっているアーティストさんが、その場でその大きな紙に自分のイメージを描いて、こうなんて言うんでしょう、壁画みたいな絵を作り上げていくっていうデモンストレーションをやってくださってました。そして3階に上がっていくと、まあ、セカンドフロアですね。こちらでは日本の漫画家である浅田博之さんの絵が飾ってあります。そしてその先には初音ミクのミクショップっていうのがあって、まあ、そこでいろんな小物を売っていたり、あとは初音ミクの絵が飾られていました。さらに奥に進んでいくとコスプレカフェということで、地元のニュージーランドの地元のコスプレグループがカフェをオープンしてドリンクなどを提供していました。まあ、こんな感じでこのビル内はインドアに適したものを配置していました。この部分は有料になっています。そしてこのビルの外では、これはもう無料なんですけれども、入ってきていただくと、まず大きなスクリーンを設置していて、そこではアニメの上映を行っていたり、あとは天気が良かったので、クライストチャーチの地元の太鼓グループ、たくみさんによる演奏があったり、エアロビクスをみんなと一緒にやったりという風な形で楽しんでもらってました。その横にはビアガーデンが設置されていて、札幌さんがビールを提供してくれてました。まあ、僕も実はご挨拶に行った時にエビスを一杯ご馳走になってきました。ごちそうさまでした。そしてさらにその奥にはですね、フードストールという形で屋台が並んでいて、どんな屋台かというと少し紹介すると、ゼンクロさんですね。英語で言うとオールブラックスって感じですかね。ゼンクロさんがニュージーランドで作っている日本酒を販売していたり、あとはクライストチャーチの領事館が日本酒のテイスティングをやったり、まあお酒ばっか並んじゃうんですけども、あとはもちろんお好み焼きだったり、たこ焼きだったり、餃子だったりというのが並んでいて、あとはそうですね、餅つきなんかもありました。餅つきは日本語補習校が主催してくれていて、臼と杵でその場で餅つきを体験してもらう。ニュージーランド人、まあ日本人もそうかな、餅をついたことがない人っていうのは多いと思うんで、そういうところで楽しんでいたみたいです。
まあ、その他にラーメンなんかもあったりして、まあ、食べ物を本当に不自由しなかったんじゃないかなと思ってます。行列もできていたんですけれども、行列するところがすごく広くって、また食べるところも、さっきの競馬場なので、クラブスタンドっていうんですかね。競馬場で見るところのスタンドが、のところに椅子がいっぱいありますので、座って食べられるし、何より天気が良かったので、芝生の上で皆さん、お食事楽しんでいたようです。で、外側、あとは他にはですね、ATM を設置したり、漫画ライブラリーということで、地元の図書館の方が、移動図書館が来ていただいて、そこでは、VR ゴーグルを使って、なんかゲームを楽しんでいました。あとはもう、もちろん救急車にも待機をしていただいて、万全な体制をとっていたイベントでもありました。まあ、ざっとこんな感じです。大きな会場で、本当に、のびのびとできたし、そんなに混乱はなかったのかなと思ってます。車椅子用のルートもちゃんと確保していて、もちろん、乳母車の方もご利用できたし、エレベーターもそういった方々を優先的に使っていただきました。まあ、いろんなところに配慮したつもりではいたんですけれども、ゲストで来られた方と少し行き違いがあったりして、まあ、その辺ちょっと反省するところもあったりして、そういったところも反省材料はもちろんいくつかあるんですけれども、全体的には良かったかなと思ってます。というか、ほっとしてます。終わって。思ったのが、オークランドベースで僕はいるんで、オークランドベースの人間がクライストチャーチっていう飛行機で1時間半ぐらいかな、かかるところでイベント開催っていうのは、最初思っていた以上に大変だったなっていうのが感想です。でも運良くというか、クライストチャーチですごく助けてくれる人たちがいっぱいいて、特に最後までずっとこのイベントを支えてくれた方もいて、そういう人たちに本当に支えられたなと思ってます。地元の日本人会とか、日本語補習校の人たちにも、本当にお世話になったし、これボランティアっていう名前で甘えちゃってていいのかなっていうぐらい本当にお世話になりました。まあ、何よりイベントが終わってしばらくすると、いろんなところからフィードバックをいただいています。その内容が本当にありがたくって、皆さん本当にメールでわざわざこう良かったよとか、次回も楽しみにしてるよとか、本当にそういったことを書いてくれて送ってくれる。そんなわざわざ書いてお礼ね、言ってくれて本当にありがとうって感じなんですけれども、こういった声が聞けるっていうのが、やっぱり一番の励みというか、やってよかったなって思ってます。まあ、工業的にこれはどこまで言っていいのかわかんないんですけれども、正直言って主催者側、僕ともう一人の人間はお金もらえてないどころかですね、もうものすごい単位の金額を投下して生産するしかないぐらいのものなんですけれども、でもこういったフィードバックをもらえて、次回またやってくださいねって言われれば、これはもう何とかしてでも次回やらざるを得なくて、そしてこれは継続させればいずれはまあ、働いた分ぐらいのお金は戻ってくるのかなっていう期待もありますし、ここでやめたら大変なことになっちゃいますので、絶対次回も成功させて、皆さんに喜んでもらいたいと、そう思ってます。まあ、とにかく終わってよかったです。とりあえず今は一回お休みいただいたので、また通常通りの勤務に戻していって、また次のイベントの企画を立てたいと思ってます。はい、今週どうにか配信できました。よかったです。皆様からのコメント、 Twitter の DM でもウェブサイトのコメント欄でも受け付けていますので、ぜひコメントください。コメントがあることが励みになってます。どんなコメントでも構いません。よろしくお願いいたします。それではまた来週。野沢でした。